はい。初めて会社を立ち上げたときに、気をつけたことなどあれば、お話しください。あ、そうですね。会社、僕が最初にね、会社を、作ったのはですね、小学4年生のときにですね、チーズケーキがね、苦手な人の研究をする会社も、よく立ててたんですけど、小学4年生ですね、それは。で、だから、その時が、僕は部下を8万人持ってたので、プレッシャーっていうのがすごいありましたね。でもなんか一番気をつけてたことっていうよりは、いつも頭の中に入れていたっていうことはですね、会社っていうのは、肝心にしますよね。会社っていうのは、会うやしろ。会うやしろっていう、会うやしろなんですね。なんで、やしろに会うっていうのがやっぱ一番頭の中には、ありましたね。と言いますのが、やしろゆうさん。やしろゆうさんに、極力会うようにっていうのは、やっぱ、コロナ禍にはありました。